オニヒラアチはアジカに分類される大型の海水魚である。インド洋、西太平洋の熱帯域に広く分布し、分布域は西は南アフリカ、東はマルキーズ諸島、南はオーストラリア、北は日本まで広がっている。退職によって多種と区別することができ、側線の上下に小さな黒い斑点が散らばっているほか、尾ひれの下部が細く白色で縁取られる。 沿岸部や沖合の岩礁、珊瑚礁そしてラグーンや湾などで見られ、若菜はエスチュアリーでも見られる。単独あるいは小さな群れで行動する。肉食魚であり、小魚や時として、イカや甲殻類を捕食する。繁殖形態については不明である。漁業においては、あまり重要な種ではないが、様々な漁法により捕獲されることがある。釣りの対象魚であり、 また食用としても、ビ味とされる。オニヒラ味は、スズキモクアジカギンガメアジ属に属する。本種は、オーストラリアの動物学者、ヘインズ・ギブズ・アレインとウィリアム・ジョン・マクレイによって、パプアニューギニアから得られた標本を、ホロタイプとして1877年に、初記載された。彼らは本種を、ケランクス・パプアンシスと名付けた。種小名のパプアンシスは、 標本が得られたパプアニューギニアに由来する。彼らは本種を銀河メアジ族に分類し、この分類が現在でも正当とされている。その後も独立に二度本種は再記載されている。一度目はサミュエル・ガーマンによってケランクス・レガヤ・ラリスとして、二度目はジェームズ・レナード・ブライアリー・スミスによってケランクス・セレタスとして記載された。本種はかつて現在は 疑問名とされているケランクスサンスンという種と混同されていたとみられる。スミスは1968年に C サンスンとされていた種の多くを再命名したが C セルタスという学名もこの時に命名されたものである。おびれ上部が黒みを帯びるのが特徴的であるオニヒラアジは大型魚であり記録されている最大体長は 全長で88センチメートル、最大体重は6.4キログラムである。老人味としばしば混同されるが、本種の背部の体色が明るいことや、体側の黒い反転が多いことで区別できる。同族多種と類似した側辺た楕円形の体型を持つ。特に全部で背側が腹側よりも膨らんでいる。背びれは二つの部分に分かれており、 第一背びれには8本の棘状が、第二背びれには1本の棘状と21本から23本の軟状が存在する。尻びれは前方に2本の棘状が分離しており、その後方に1本の棘状とそれに続く16本から19本の軟状が存在する。腹筋には1本の棘状とそれに続く19本から20本の棘状が存在する。側線は前方で湾曲しており、 曲線部には53から61の鱗が、直線部には0から3の鱗と三と31から39の両鱗が存在する。胸部の腹側には鱗がないが、腹筋の手前に部分的に鱗が存在する場所がある。目には油まぶたがわずかに発達する。上あごにおいては外側に、犬歯状の歯からなる隙間の多い熾烈が内側に、 重毛状場からなる歯列が存在する。一方、下顎には、円錐形の歯からなる、隙間の多い歯列が存在する。エラフルイ数は26から30、椎骨数は24である。体色は、背部は、真中色から、黄緑色であり、腹部では、銀白色となる。若菜は、体全体が銀白色である。頭部と体側の側線より、 上部には小さな黒いブチが散在し、それより、下部の胸びれ付近にも少数のブチが存在することがある。これらのブチは、加齢とともに数が増える。災害上部には黒く縁取られた銀白色のブチが存在する。ヒレは黄色から黒ずんだ色であるが、おヒレについては、上部は黒みを帯び、下部は黄色から黒であり、特徴的な白色の薄い縁取りがある。 オニヒラアジは、しばしば釣りの対象となるオニヒラアジは、インド洋、西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。分布域は、南アフリカとマダガスカルから、アフリカ東海岸に沿って広がるが、ペルシャ湾と航海からは記録はない。インドからも分布域が東へ伸び、東南アジア、マレー諸島、そして、インド洋と太平洋の多くの島々で見られる。生息の限は、 オーストラリアのシドニーであり、北限は日本である。分布域は中央太平洋のマルキーズ諸島まで東に広がっている。日本においては琉球列島や小笠原諸島で見られるほか、標本が得られている和歌山県など南日本の太平洋側でも見られる。沿岸部と沖合のどちらにも生息し、生魚は岩礁や珊瑚礁や深海の泊まり礁などで見られる。 他にも、砂底の湾やラグーンなど水深1メートルほどの旋海でも見られ、若菜はマングローブの茂る入りでよく見られる。若菜は生息域の全域においてエスチュアリーでも見られることがあり、川の河口まで移動してくることもある。オニヒラージは肉食魚であり、単独で、あるいは小さな群れで行動し小魚やイカ、エビ、カニなど様々な生物を捕食する。南アフリカ、 ナタールのエスチュアリーで行われた研究によれば、本種は若いうちは、甲殻類を主に捕食するが成長に連れ魚を主に捕食するようになるという。繁殖や回遊などについては不明であるが、漁獲量のデータから南アフリカでは夏に個体数が増加することが示唆されている。他の魚類と同様、本種は様々な寄生虫の宿主となる。 本種の内部寄生虫には蝶に寄生する、ナ虫セにアズナのプロスリンクワイズランプレリーが含まれ、外部寄生虫にはエラに寄生する単性ナのリーソコタリーベラが含まれる。オニヒラアジは漁業における重要性は高くないが、様々な漁法によって混獲され、市場に出回る。漁獲量の統計はない。釣りの対象となることがあり、小魚を餌として、 あるいはルアーなどを用いて釣られる。しかしながら、通常は、老人アジや霞アジといったより大型の種が狙われる。ため、本種が主対象となることは珍しい。大抵本格の形で捕獲されるため、リリースされることも多い。肉は美味であるとされる。水槽で飼育されることもあり、レユニオン島の水族館で行われた研究によれば、 大きな水槽を用意する必要があるものの本種は水槽での生活に適応できるという、ありがとうございます。